どうもー影やんです。今日はですね、えー、周りが整ってくるということについて、えー、お話ししたいと思います。えー、とですね、僕は今年に入って、 でからですね、こういろいろとこう取り組んでいって結構ねこう規則正しくというか、えー、自分の決めたルールのもとルールというかね、まあ、そこまで縛りを強くしてませんけどもその規則正しくこうやっていくことによってですねいろんなものがねこう周りのものがこう整ってきているというふうにこう思いますで、えー、具体的に言うと人間関係であったりとかですね、えー、情報であったりとか。 環境であったりとかねそういうものがですね。すごくこう整ってきているえー、まあ、ちょっと散らかってた時もあったんで、それがこう。すごい。すっきりこうしてきて、こういろんなことがこう見えてくるというかねそういう状態になってるなと思います。で、これはね。あのー、いろんな法則があると思うんですけども、えー、秩序を。 整えていくといいうか整えてくとどん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 それが整っていく状態になっていくんやと思います。で秩序というか自分の中のそのんかやってること生活が乱れていくとどん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 いろんなことが乱れていくと。で整えていけばいくほど整えていって中身をどん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 洗練させていくというかこうクリアにしていけばいくほどですね周りがもっとすっきりと整っていて自分のこう 目の前の敵であったりとかそのや取り組むこと、えー、ここに取り組んだらいいんや集中させるべきこととかね、えー、そういうことがこうしっかりとこうクリアになってくるほんでそれがこうまあ,あの基本的にはその面白いことであったり興味があることであったりワクワクすることであったりっていうことの延長線上でここまでやっていきたいっていうものがこう見えてきてそれにこう秩序正しくこう やっていくとですねそれがこう、えー、整ってくるということですねで周りが整ってくるなというふうに今感じております特にだから、まあ、人間関係で言うとね結構整理されましたねこれはでもありがたいですねこの関係がつながっているとちょっと邪魔くさいな邪魔くさいなっていうか僕自身がその人間関係があることによってですね えー、例えばその飲みに行ってしまったりとかですね、あのー、何かこう頼ってしまったりとか、えー、そういうことがあったかもしれないんですけどもその人間関係がなくなったことによって本当にこう言うたら一人ですねもう完全に一人でいろんなことをやるということをこうしていったんですね。で一人で取り組むことによってですね えー、周りが整って周りの人間関係が整ってきているというふうに感じます。ほんで情報ですね。情報に関してもですねその最初こう浴びるように情報を浴びていこうと思ってこうどん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 こういろんな人の情報をこう浴びていたんですよねね、えー、がですだ、ね、だんだんね。 これちょっと聞いてるとちょっと時間の無駄やなとかこの人いつもマイナスなこととか批判的なことばっかり言ってるしこの人はちょっと省こうかなとかこういうふうにこうやっていってる間にですねその本当にこう自分にとってこう有益な情報というかねもうほんまに素晴らしい情報にこう今出会えててすごいこう自分のこう考え方をよりこう深くできるような、えー 情報というかその人の考え方とかねそういうものに触れることができてですねすごくこういろんなことが見えてくるまあまあこれからもっともっと積み重ねていかないとはいけないと思うんですけどもまあまあいろいろとこう見えてきているものがありますねでそれがもうすごくありがたいえここでこんな情報が入ってくるのとかねえこんな気づきをもらえんにゃとかこれはすごい生かされていくだとかいうことがこうあると。 で、環境ですよね。環境に関してもですねこうどん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 整っていってですね、そのまあ、自分が、えー、お店をやっていってるんですけどもそのお店をやる上でですね、そのいろんなことがこういろいろとねこう整ってきているこれはもう具体的に整っていってますね。その えー、玄関がねこう,うちんとか玄関が大っぴらにこうオープンになってるんですけども、えー、夜になったらちょっと物騒やなっていうことをちょっとこう、えー、家族とこう話し,してたんですよね。でその,その上でやっぱりねその門扉をつけようということで、えー、今はあの夜になったら門扉をつけてこう門を作ってですねこう入れないようにしていると。うん、やっぱりその、まあ、泥棒とかねこういた場合にですね あのー、入ってきにくいとこ入りにくい家にはやっぱ入らないようにもっと入りやすい家をこう選んで入るだろうということを思うんでですねそういう門扉があってほんで、えー、玄関を通るたびにこうライトがしっかりとつくということでこれはちょっと泥棒にとっては、えー、マイナスになるんかなと泥棒にとってはこう入りにくい店,、えー、店というか入りにくい、えー、お家になるんかなということですごくこう、えー その防犯の面ではねこうしっかりと整ってきているそれとあとその夜こうライトがこう玄関先光るっていうのはこうお客様が来られた時にですねその足元を照らす明るく照らすんで,こうこうすんでこう玄関までの誘導がしっかりとできるということであって。 たりとかです、ね、まあまああとこう施術室であったらこう空気清浄機ね結構こう立派な空気清浄機をこう設置することができたりとか、えー、そういうことがありますねほんであとこういろいろこう自分の中でこうした方がいいなっていうことがですねこうしっかりとこう。 理解できるようにこう目の前に現れてくれてですねそれをそのまま実行する、えー、それがまあもちろん必要じゃない時もあるんですけども、えー、それが必要であった時もあるとでそのための準備は怠らないようにするとで、あのーまあ、商売しててその気持ちで負けたらあかんのでですね、えー、どうせこれぐらいの人数やろうと。 いうふううふに思うんでではなくてですねやっぱりその最高の、えー、来た時のことを考えた、えー、準備をこうしていくでそのためのこう準備のためのベストはこう尽くすようにするとかいうことはこうしていってますそのこう順序よくこうねこういろんなことに気づきをもらえている状態かなということですねだからこう、まあ、人間関係、えー、情報うん環境うんこういうものがね えー、非常にこう、えー、整ってきている自分の中にこう必要なものがこうしっかりとこう、えー、分かりやすいようにこう整ってきてるな、えー、寄ってきてるなっていうことをこうすごく、えー、感じております。でこれはは、ね、ややっっぱぱりり僕が最近思うの,はやっぱりその 実情正しくというかその毎日のルーティーンというルーティーンという言い方、まあ、英語なんであれですけどもこうそのその波がある中でこうこう目の前にいろんなことが起きるんですけどもその起きた時の、えー、に自分の心の中とか感情とかそういうのがまたこう、えー、波打ちますよねそその波打つんですけどもそれをね。 こういつもやってる、例えば掃除、えー、僕やと雑巾がけとか、えー、トイレ掃除とかそういうことをするんですけどもそういうことを毎日こう続けることによってまた、えー、平常時というかその、えー、冷静なこう自分にもう一回そこへ戻していくんですね。まあ瞑想とかそういうのでもそうですわ。で般若心経をこう音読したりとかそういうのもそうですけどもそういうことをこう繰り返し毎日毎日やることによってそのこう多少の こう感情の上がり下がりり下をこう整えていいくというかそういうことをこうになっていくんじゃないかなと。でえー、っとですねそういうことをこうすると、えー、そういう毎日のルーティンをこ,うしこなしていくことによって自分を整えていくで整えていくことによって、えー、ベストな状態でこう仕事にこう向かっていける、えー、状態を作り出すというところですね。そのたためにこう掃除があったりとか うん、もちろんその、えー、きれにしようとかそういう気持ちはもちろんあるんですけどもそれ以外にもその自分のここ心の中内をねこう整えてい,ていくという、えー、その作用があるんじゃないかなというふうに考えております。で、えー、若い時にそういう,こう規則正しくさせるっていうのはですねそのそういうことですよ、ね、が 多いんでです、ね、そのそういうことをすることによって整えていくという、えー、そういうところまで、えー、先生は、えー、教えていかれたらいいかなとなの何のためのそういう規則を正しくするんかっていうのは、えー、そういうことでこう,うちが、えー、自分の感情面であったりいろんなもののエネルギーとなるものがですねその揺れてしまうとぶれてしまうんでそこをこう整えていくためにあるんだということを伝えてあげればいいかなというふうに考えます。ということで今日は、えー、周りが整ってきているということについて お話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。